うっす。やろう。第一部五章、ファイヤーエムブレム。何それ？え？今まで、あれ、今までどんなんだっけ？ファイヤーエムブレムって。ね、そう、タイトル回収、こんな早くタイトル回収なわけ。え？どうなんですか、その辺。五章、もうタイトル回収早くないか。城内に眠る貴重な財宝を敵に盗まれぬうちに取り戻さなければな。宝箱を開けられるのは盗賊だけだよな。だけど俺たちの仲間にそんな奴いるのか。これは誰が喋ってるんだ。まあバーツあたりだわ。マルスじゃないだろ。誰かがそう作る。誰っていうか、あ、本格的だな。なんか宝箱たくさんあるじゃん。進撃を開始する。マルス、ドーゴン、ドガ、シーナ、カシマ、バーツ、マジ、ナッパー、レナ、殺人犯、バーツ、トガビト、オーマン、ジュリアン、ああ、オーマン、ウルフ、マリック、ハーディン、マシ、よし、最大の最大級の精鋭を揃えた。何、あの動画場内に示しようと。よし、俺たちを向けて、ね、よし、行くぞ。なんだ、リカード鉄の剣盗賊ウェンデル、仲間になるでしょ。これ見覚えがあるぞ。マリクのあれでしょ、師匠的な。ここに行くとね、多分こうここに来て攻撃されちゃうから。いや、扉越し攻撃できるかね、わかんない。これちなみに何ターンでクリアしないといけないとかないでしょ、そんなの。よし、これで。あとね、気になってるのは盗賊の、じゃねえや、扉の鍵、扉の鍵1個しかないけどさ、これ盗賊で開けられるんでしょ。まあいいや、これで終わりで。ターン終了。結構時間かかるな、こいつら。ダニドン、いいだろう。これ一匹一匹潰しちゃう。そうすればこの消費する時間も短くなってくるからね。これ危ない。これうっかりさ、うっかり前にダッシュで見ろ。これだ。でリカール、こいつは誰です？特殊のバーツ、カシオ、マルスか。お、話せる。マルスで基本説得できるのかな。ドゥ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 、やった、あっさりな。フェンデルはマリクでしょ、多分。まあ一緒に入ってたんだから説得しろ。一緒の場所で同じ飯を食い、同じ便所で用を足したんだから話す。ウェンデル先生、ドゥ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 、カダイン、魔王ガーネフ。魔王って何？そんなのいいの？魔王ガーネフ、テレ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 テ
サンダーの書。強いか。攻撃7、速さ4、攻撃9、高速11って、え？ハイスピード。M シールドが強いってなんだ。魔力より強いじゃないかも。なんかここなんかさ、こっちに行かないようになんか心がここに動画を縦にしてたような記憶があるんだよね。俺そんな記憶があるんだよね。逃げたらダメなんだよね。逃げるよな。まあいいやろ。よし行くぞ。もうみんなで。みんなで行こうもん。みんなで。ナバール濃くなってきたな、メンツが。濃いメンツ。 お前その戦いぶりで罪を晴らすんだよ。もう消えることはない、お前の罪は。はっきり言って何人殺したんだお前は。ウルフ、ザガロ、なんだロシェ、そしてマジマでも殺したこいつは。サジマでも許さん、マチス。お前全ての罪を清算しろ、戦いに。4人も殺しやがってこいつ。この盗賊はあそこの宝を取るな。あそこの宝を取って逃げるな。あったぞ。上から逃げるんだ。しからばここでワープの杖の出番ってことか。まあ取ってからでいいよじゃん。だってここでやったらさ、こいつが来るじゃん。あ、ライブの杖。あ、なんだ、そうなんだ。攻撃が13で、攻撃が13だから。どう？まあ、どこでいいでしょ。ちなみにこれ移動後使える？ないか。杖。ワープの杖。味方を遠くに飛ばすことができる跳躍の杖。やばいね。HP を力プラス20回復する治療の杖。これも強いな。よし。じゃあ動画いけ。お前、守備12もあるから俺も食らないだろ。すごいなこれ。半端じゃねえ。おお、密会、密約、密談が行われている。出て打て、出て打て、出て打て、出て打て。おお。今の四次元空間を跳躍してた時のヤスの叫び声です。しかも動画だな。経験値じゃねえや。傷薬を持ってくから。傷薬もあるぜ。あらかじめ持たしておいたんだ。こんなこともあろうかと。冴えてるな、今日は。前回ちょっと。マチスの生徒はいる3人も殺してしまったからな。俺はこの反省を胸に秘めている。猛烈な反省をしている、俺は。猛烈な反省をし、成長した。宝箱。5000ゴールド。なんか結構重いな。一個一個。ガツンとくるな。5000も。かなりもらえるな、一回一回で。ガツンといただけることが非常に多いですね。マルス。ジュリアン。ハーディス。お前出ろ、お前。大丈夫だろ、ハーディン。ハーディンなんだから、お前は。なぜならお前はハーディンなのだから。名前ハーディンだよ。そんなすぐ死んでたら。お、来るな、そのハーディンが来るな。さあ行け、そのハーディン。高めの剣。うわ！
たいわな。ブシブシ。さすがハーディンというのか。うん、甘い。お、貴様。この動画に歯向かうと。この安。え、なんで？こいつ、こう、なんでこっちが結構強いわけ？攻撃力が。うろたえる俺。よし、これが動画や。扉の鍵。なんだあいつ、なんだあいつ、色逃げようとしている。しかしそっちにはヤスがいる。ヤスがいる。テテ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 テ。ちなみに攻撃できるこいつは。できますか。できるじゃん。できんのね。そしたらお前やることは決まってるな。どけお前バカ野郎。バカ野郎が。うちの弓。死んだ。死んじまったよ。よし、お前の好きにはさせんぞ。俺攻め入るヤスが。ヤス侵入決壊したぞ今。ヤスが今体力高えな。この司祭、お前司祭だろ。司祭の概念が。いやいや怖いな。なんだこいつら。お前の弓。いや怖いなこいつは。何マジで、何こいつら。どうすることもできない。ここまで届くわけだろ。しかも二人いっぺんに来るってバカ。死ぬじゃんそれ。あ、いいこと思いついた。私はいいこと思いついたぞ。ここな。ってことはだ、ああ一歩足りない。まあいい、一マスだけ一回しか攻撃を食らない場所がある。そこに行けばいいんだ。明暗だぞ。今日は軍師としての一面を見せているのだ。軍師として俺は飛躍的に成長しつつある。今開花の時、俺開花す。デル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 。だろう、ヤスがいるとも知らずに。ヤスの存在を事前に感知することができたならまた違ったストーリーだったな。あ、てか何もしねえこいつな。死を受け入れやがった。よし、執行しろヤスよ、執行しろ。あっ、処刑に。一人一人処刑していく。ウォードンかカシムか。ウォードン行け。ここでいいでしょ。こうすればこいつは一人来て、あとはもうなだれ込み。一応マルスとかもな、ここに。ナバール、てかお前キルソードは鉄の剣もあるわ。よし、ナバールだ。シーダマリック。バーツとかいいよね。バーツとかいいよ。マジっす。くたばれ。お前だけはくたばれよ。レナ。すごい。密集地帯だな。密集地。あったかそうだな。暖かい。上着を着てきたことを後悔してるだろ、今。俺の軍のやつは。ほら、ヤスから逃げるな。ヤスという現実から逃げやがったあいつ。ふん詰まり起こしている。排水口、プロに相談しないと落ちないぞこれは。排水口に排水口にヤスが詰まっている。取れないぞもう。お前たちでは完全に引っかかってるからな。ああ
幸運が1。幸運が1。まだ移動力なんぼや。いや、結構移動するじゃん、こいつ。なんで？うわっ！高速。攻撃が13だ。いけるいける。いけるん！わっ！素晴らしい。マルス、気づかない間になかなかのレベルになってるな。さあ、そして。お前、回復されたらたまったもんじゃねえよ。11だから。よし、死なないな。ほで。で、これ、盗賊に攻撃されるんじゃねえの俺。まあ、そうなったらそうなった。だって、あいつら逃げるから大丈夫だろ。射程内に敵や、倒せそうなやつが来たわって向かってくるわけねえ。だってあいつら逃げてんだからさ。そう、その通り。あいつら逃げている。あいつらは、マリックの餌。マリック&ウェンデル。マリックとウェンデル。行くぞ。ショー、お力をお貸しください。この連携。連携がすごいぞ。おい、押すな！仕方ないでしょ？こんなに混んでるんだから。うわぁ。えい、これじゃ何も見えん。お前ら楽しそうだな。密集しすぎなんだよ。よし。終わりや。終わりや。なんだそれ。死なん。俺は死なん。ゴードンが今までどれだけの修羅場をくぐってきたと思って、お前たち出すことはできん。そして盗賊は必ず逃げるであろう。司会文書によると、見ろ。相変わらずのふん詰まりだな。なんでだよお前ら。え、落とし何？こっちのあれを見てるわけ。射程を許せんな、それ。どうしよう。ドゥルドゥドゥー。ナバール、お前行け。ナバ。高速が9。高速5もあんのか、なんでだよ。早っ。こっちも9だな。ってこれ2回攻撃できねえぞ。できねえぞ、2回攻撃。こいつ早っ。あ、てか、いや、3高ければできるんだ。ちょっと前削れよ。結論削れて。それが君にはできる。君にはそれができる。って弱っ。なんこいつ弱くねえか、ナバール。お前なんでそんな弱いんだ。いや、誰君。ファイヤーの将。やばい。まずいぞ。やられた。ナバールは死ぬかもしれない。こっちは倒した。狩りの時間だ。マルスへ、冗談抜きで。バランスがいいな、速さと。素早さ、幸運、守備力、最大1。このバランスいいと言わずし、なんというか。さあ、そして処刑に。処刑の時間だ。逃げない。お、盗賊シス。いい経験値だ。うわ、めっちゃ持ってんのお前。キルソードだってよ。キルソードだってよ。いや、こいつ倒すかも。うざって。どうやって倒せるこいつ。てか、魔法高そうだな。魔法12もあるわ。いや、結構硬いな、速さ駒って。そうか、こいつ武器を装備してないから速いんだ。なるほどね。仕方ない。どうじゃお前。で、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 くそ。これマリック前に出したらまずいんだ。以上。一体ならいいか。で、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 16。
は攻撃力ってお前え、なんだそれ、余裕じゃねえかじゃん。よし、仕方ない。ウェンデルなら多分死なんだろう、だって守備5あるし、早いしな。パス。サンダーの書、待て、攻撃9ってことはお前敵の魔法いくらだよ。12じゃねえか。12って高すぎだろ。12もうほとんど魔法は通らないと言っていいの、通らないと考えていいってことは、こいつあれ攻撃6って弱くね、こいつ弱っ。当然お前ら魔導士なんだから魔法高いだろ。まあ魔法3しかないんだけど、それでも弱いな。でも守備12か。ちょっと待って、計算してみるわ。これはね、ギリギリ生き残るね、ここで。ギリギリ生き残るわ。俺の計算では、同じか？倒せるな。待って。よし、倒せるな。しまった、命中率の概念が。え、なんで？え？え、なんで？おい。いや、おかしいだろ、お前。バカ。は？いや、おかしいだろ。あれでもあれ、あ、攻撃7しかなかった。あれ10ぐらいなかったっけ。くそか。おいお前行け、出番だ。殺してこいお前。4だから、4で守備が11だから攻撃力15のやつで16。おお、俺やんけ、バーツすげ、アーブロッツや。こういうのはな、使うときに使っとけばいいんだ。7回やるってことは、おそらく俺は5回、4回ぐらい余らすだろう。使え使え、こんなのは。使うもんだ。そのためにあるんだ。こういった危機を未然に防ぐため。未然に防ぐためにあるんだ。てか、お前強えな。バーツ。なんだこの破壊力。つかデビルアックスだよ。うおお、これがデビル。まるでデビルだな。さあ行け。ててマリコやらせん。マリコ安心しろ、俺たちがお前を守る。さあそしてウェンデル。ウェンデルどうすることもできないな、お前。あなたどうすることもできない。よし、これを見ろ。ここに今こう並んでるだろ、 L 字に。これはこの字にする。見ろ、テトリスのあのあれのやつ、テトリスのあれのやつにした。そうすることによってテトリスパワー。見ろこれは、このガラチ、これを見ろ。もしやこれがファイヤーエムブレムなのか。タイトル回収してしまった、この十字が。これこそがファイヤーエムブレム。さあマリカは救ったぞ。ドゥ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 。鉄の剣でクリティカル17ってすごいな。あらあら、クリティカルすごい。クリティカル多分あれだな、攻撃 1.5 倍に、元の地に 1.5 倍になるんだ、最終ダメージじゃなくて。だからすごいダメージが増えたように見える、一見すると。は、ああ、同じやつが2回動いたのかと思った。びっくりしちゃったよ、参っちゃったよ。てて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 、危ない、キンキン。お前キルソードができないと、なん、キルソードがないと何もできないんじゃないとして、君は。君は。よし。この狩りに手を出すぞ。ヤスと加藤で狩りをしていく。なんという非常。非常だな、こいつら。こんな物を言わぬ奴らに。持ち物がいっぱいです。アーマーキラー。つうか、アイテムいっぱいあるな。こんなに。
こんなにも。で、お前が避けるんかい。すごい身のこなしだったな。危なっていうかこいつがいたな。よし、おじいさんよ、その力見せろ。ウェンデル、これは強い。マジで強いなこいつ。いや、ウェンデルさん年配の方だ。でも成長率ないんじゃない。あ、そうだ、分かった。あの、成長率が低い代わりに現状強いんだ、現時点で。よし、マリキュア、ブリザーの書、エクスカリバー使うか、たまには。いや、使う必要ねえやろ、全然違うな、能力が。何がエクスカリバーの強さ、すごいな。使うかも、一回ぐらい。さっき使うべきだったんださっきこそ使うべきだった。俺が変なところでケチったせいで。ワープの杖、ワープの杖。てか俺めちゃくちゃ FA に合ってるな、この性格的に。なんで今まで全くやらなかったんだ。俺本当にやったことないからね、 FA 本当にやったことないよ俺。まず俺はこんなに、あれ、え、は、あ、そういうこと。馬から降りたらナイトになるから槍が使えないんだ。だから剣持ってたんだ。そういうことか。納得した。そういうこと。テンテレデン。あ、やべ、ファイヤーの人で行かれる。おお、カシム、カシムやるな、お前。さては技武器レベル最大 HP。 うまし、アーマーナイト。誰で行こうかな。マジっす、お前なんかに経験値やらんぞ。はっきり言う、貴様に経験値やらん。まあ、ラバーナにくれてやるか。お前にくれてやるか。これ通るのか。通らねえだろ。守備11もあるぞこいつ。通らんわ。攻撃12。いや、誰で通るんでしょう。あ、パーディング。ナバールより弓に倒させてよ。ナバールはいくらでもいる。ハーディング。剥がれの剣。お前いいもん装備してるな、ハーディング。てか攻撃力高えな。これがハーディング。伊達にターバン巻いてねえな、お前。力がまた上がったぞ。ターバンは伊達ではないということか。ゴードン、命を落としたからな、今回ゴードンは。報酬をやろう。よし、命を落としてゴードンはパワーアップ。もう何もないんじゃない、こっちには。あら、もうこんな片付いちゃったのかい。マリオネス、鋼の槍。お前動くの？え、こいつ動くの？その前に。だってこれだったら魔法でちょいちょいのちょいでしょ。てか魔法じゃないとむしろ倒せないでしょ。あとあとアーマーキラーだな。じゃあマリソこっちに置く。ちょいちょいのちょいじゃない、魔法で。え、なんもしねえんだけどこいつ。まあいいや、じゃあね、動画。お前一人で出すぞ、お前にやる。加藤はもう十分にレベル上がるだろ。加藤はもう十分に強い。は、俺向きじゃねえか、このゲーム。天使の衣ってなんだ。ヤスが天使の衣。ヤスの手に渡ってしまった、天使の衣。こいつどうする。最終限界ラインが、ここだな。ここに出ないように、じゃあ。集まれ、ここに集まれ、現地集合。早いなお前ら、到着が。前入りしている便利。アーマーキラーがねえんだよな、まだいけ。3も、まあこのところでいいだろ。おっと、レナを忘れるなよ。よし、まあ魔法二人で倒せると思うけどね。
処刑。処刑の時は済んでいく。これ性格変わりそうだな、ヤス。この戦いが終わったら。やや傲慢になりそうだ、この戦いが終わったら。口が悪くなりそうだ。今まで敬語で喋ってたやつに、タメ口で話すようになったら、こうしか、目に見えておごりが。やっぱこんな質の悪い経験値では、レベルも上がらん。経験値の質が悪すぎる。何の修羅場もくぐってねえから。ただ敵を安全に倒すだけで。お、足抜けるな。もういいよ、お前で行けよ。よし。あいつらね。あいつらから見たら、カシムしか見えないからな。お、隠れとこう。ろ、これあいつらから見たらカシムしか見えない。マゲドニアジャーエーから見た視点です、これが。カシム一人しかいないんだ。しかしその後ろには、バーツ、ラバール、ハーディ、マリック。この屈強な男たちが。甘いぞ。見ろ。俺の思い通りに動いているとは。愚かな。さあ出ろ。誰倒すかな。てかお前ら結構持ってんのレベルで。マリックで行く。ブリザの書。てかブリザの書からなくなりそうだ。ブリザの書売ってんじゃない、この程度の魔法だったら。弱いもん、ブリザの書。弱いんだもん、ブリザの書。レベル上がんねえな、これ。レベル止めろ、止めろ、この音楽のせいで。もう前回も前々回も、マルスが死にかけたんだから。敵がかけてる可能性あるぞ。俺が油断すると思って。この音楽で油断を誘う。なんて戦略だ。こんな音楽がかかっていては気合も入らんわ。あら、リブローの杖。リブローは2マス離れたところからでも回復ができる。7なら死なねえだろ、たぶん。ドゥッテッ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 ドゥそりゃ死ぬやろ、こんなの。こんないっぺんに襲いかかられたもん。この音楽のせいだ。この音楽のせいだ、すべては。ユウさん。トムライガス狂気のキルソード。ほとんど残ってねえじゃねえか。もう歪んでいるぞ、俺は。意識が、意識を失っている。私はもう意識を失っていた。てか強い、バーツ。なんだこの色。なんでお前そんな強いんだ、バーツ。カシムが結構強いであろう弓兵が結構強いであろう弓兵が死んでしまった。まあいっか。弓矢まだいるし、3人ぐらい。そいつら使おう。使わざるを得ない。使わざるを得ないんだ、死んだから。さあこいつ来るか。来るか。だ、来ねえよな、常識的に考えたら。だってこいつ動いてきたらさ、腕ぼっこにできるじゃん。よーし、だったら何も気にすることはないぞ。行け行け。ブリザー、もうここはエクスカリバーでしょ。 100% 100% エクスカリバーだろ、ここは。マリオネス。クソ、もうやるな。あの、何でしょう。流れやる、受けてみよう。
硬いなお前。さあそしてベンデル、マリクを触っておれ。はあ、サンダー。これが師匠の力。ウェンデル&マリック、そしてトルメを刺すのは、で油断はしてないぞ。命中率見るからな、ちゃんと。アーマーキラー攻撃14、特攻アーマー系 100% だろうな。ちょっと待って、これ命中が分かんないんだよこれ。なくってほんと命中するんだろうなこれ。え、やだそんなことしないぞ俺はもう。だってここで 100% でもって分かんないんだよ。戦闘結果分かんねえからな。あ、終了だ。あ、チョコ材な。これ戦闘結果分かんねえからな。法則ゼロで攻撃22ってことは、踏み攻撃いくらだい。わかんねえよこれ。戦闘結果出してくれよ。守備8で22だから弱まるわ。待て、敵に特攻あるかもしれない。必殺がねえわそんなの。余裕だよ。行け。よし、見たまえ。ほら、何のためにリスクを負ったんだ俺は。もう二度とやらない。二度と追わないぞ俺はこんなリスク。許さんお前は。しかし保険が効いたぞ。もうこんなリスクを犯しません僕は、絶対に。トゥ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 。貴様ら、死んだ。死にました。死ぬときは死ぬんだよ人。全部助けられるわけじゃないぞ俺。制圧。まずそうですね。よく聞いてください。よろしくお願いします。ご存知ない。よし。しょ。もちろんです、皆様。アリティは昔からアカネイアに忠誠を誓っておりました。それにドルーア帝国の暗黒地流メディウスを倒すこと。アリティアに生まれた私の定めでもあるのです。それではあなたにこのエムブレムを託しましょう。このファイアーエムブレムはアカネイア王家の代理として世界を救う者に与える覇者の証。これがあればあなたには貴重な財宝が入っている宝箱を開けることができます。それ盗賊の仕事じゃないんですか。私に盗賊になると。盗賊と同じ能力を得たぞ、ファイアーエムブレムで。それだけなの本当に。嘘をつけ。ちょっと見てみるぞ、本当にそれだけなのか。そんなバカな。攻撃力とも上がるだろうかな。見て。おまじい。見て。アイテム整理や。あ、エムブレムって渡す。おい、これなんだ、アカネイア覇者の証。これ飛び出るを開けるだけ、盗賊と同じ。そんな